皆さんこんにちは。アトリエ G の絵画空間のチャンネルです。ここのところの長雨で日本の各地で豪雨災害発生のニュースが流れています。こんな日は外に出るのも諦めて、近くの農協で買ってきた地元の味自慢ピオーネを描いてみようと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。今日はうっすらとぶどう色の下地を作ってみました。今回地塗りにこの色を選んだ理由についてもこの動画の中でお話ししようと思っています。ブドウの表面によく白い粉のようなものがついていますが、私は子供の頃それが農薬かカビのようなもので体に良くないものと信じ込んでいました。なので食べる時には必ず白い粉が取れるまでよく洗って食べたものです。しかし最近になって知ったのですが、あの白い粉は果実の中の脂質から作られたろうに似た成分が表面に出てきたもので、農薬などではないそうです。ブルームという名で呼ばれているその白い粉は、主成分がオレアノール酸と言われているもので、ブドウの病気を予防し、鮮度を保つ働きがあるとても大切な物質だということです。ブドウを買うときには、このブルームがたくさんついているものほど、鮮度が高いということになるのかもしれません。Thank you.
ここで今日地塗りにブドウに似た色を用いた理由についてお話ししようと思います。今回の目標は地元のブドウを美味しそうに描くことですが、そのために色彩の同化現象の効果の活用を考えてみました。そしてその効果をより強く引き出すための方法として、ブドウに似た色を地塗りの色として採用しました。それでは同化現象について少しお話ししたいと思います。皆さんは赤いネットに入って売られているみかんをよく目にすると思います。最近は透明のビニール袋に入ったみかんも見かけますが、みかんといえば赤いネットです。それではなぜ赤いネットにみかんを入れて売っているのでしょうか。これこそが色彩同化現象を活用した消費者の購買意欲を刺激する色彩心理学の応用なのです。写真を見てわかるように、ビニール袋に入って売られているみかんよりも赤いネットに入ったみかんの方が圧倒的に赤々と美味しそうに見えます。これが隣接したもの同士の色が似通って知覚されるという同化現象なのです。赤いネットのおかげでみかんが赤々と新鮮に見えるわけです。岡山県は本当に果物の美味しいところだと思います。ぶどうもさることながら、桃の産地としても有名で、特に7月中旬から下旬にかけて収穫される清水白桃は絶品です。一度は清水白桃の時期に岡山に来られることをお勧めします。
本日も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンを押していただければ嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。See you next week. Bye bye.